で、そのしっかりこの時代が大きくこう変わるときに、自分のらしさを見失わないようにしていこうということを今日ちょっとお話をしたいわけですけど、この激動の時代ほど意識してほしいことは、まず自分が楽しむこと、その目の前のちょっとした些細なことに喜べる力、喜ぶ力、今日はこうやって一日朝起きれてよかった、ありがとう、喜んで、これから元気に頑張っていこうとかね、この自分のその喜べる力っていうのと、覚えておいてくださいね、喜べる力ね。それから、もう一つが感動する力、こう力って言うてるのはそこなんですよ。感動するものっていうのは、自然に感動するっていうのはあるかわからないけど、感動する場所に出かけるっていうのも大事なんですよ。距離が遠いからちょっと諦めようとか、ちょっと忙しいから諦めようとかじゃなくって、そこに自分がピンときた場合、そこに瞬間的にやっぱり行くってことなんですよね。行動に移す、でこれが感動する力に必ずなると僕は思ってます。ちょっとぐらい無理してでも行くとか、そのなんていうか、ちょっとぐらい無理して、まあ、移動代のお金がいるか分かりませんが、それ行ってよかったというふうに必ずこのね回ってくるんですよ、はい、ライブっていうのはすごく大事でね、このオンラインで今やってるライブもこうやって実際今聞いていただいてるからいいわけで、これアーカイブになるといつも言いますけど、エネルギーが半減してしまいますね。やっぱりそういう、今はエネルギーのある人っていうのは人気もあるし、そういう YouTuber でも頑張ってるから今があると、そういう方々がやっぱり、のいている場所とか、そういうところで出くわした場所とかね、そこで一緒に時間を共有したとか、もうそういうだけでもすごいやっぱりね、エネルギーとか感動とか自分を喜べる力っていうのが上がってくるんですね。そこで僕たちが毎日こう日々朝メイクをする、お化粧をする、こんな時間があることすら普通ではありえないというね、戦争してるところの国からしたら化粧すらできないわけですよね。そういうことを喜べる、ありがたいなと思える、この日々、この積み重ねで、やっている、これすごく大事なことです、はい、褒めてくれるの本当ありがたいし嬉しいし、ね、もっと言ってくださいってなるんですよ。でこの褒められた時にしっかりと喜べる力ね。これね、いやいや、そんなんて謙虚、もう日本人の居所で謙虚にね喋ったりする人いてるけど、これもやめましょう。もうこれからはもう世界的な日本になってるんで、もう、ね、いろいろと褒められたらありがとうございます、もっと頑張りますってね、それに前向いた話し方のリアクションを取る、ね、まあ、いいんで分かるんですよ、日本人ってどうしてもこうちょっとこう控えめなね、謙虚なね、言葉を使いやすい、まあ、そういう、まあ、文化もあるんだけど、まあ、それはねもうそれで置いといて、やっぱりそのリアクションをしっかりと、僕もいつも講座でも言ってますけど、リアクションですよ、大きくリアクションと、これもそう。もうねやっぱり若い子の負けたまるかって言ったら、ね、もうこれやってるだけで、ほんまこれやってるだけでももうこう熱くなってきて、体が熱くなってきてね、もうやっぱりエネルギーってそうなんやなって、こう頭で考えてるだけと違って、やっぱり体感するとか感動するってすごく大事なことやなということを思いました、はい、必ずこの人生ってこういろんな周期があるんで、このリズムがあると思うんですね。でその時にたまたま自分がいいリズムと、ちょっとこう、こう下り坂とか上り坂いろいろあります。でまさかっていうね、そういう坂はたくさんありますけど、まあ、その中でやっぱり自分がどう心を整えていくか、まあ、これがやっぱり考えるっていうか、そのなんて意識をしておく、このことによってやっぱり違うじゃないですか、受けたダメージってね。でこれを何も知らずに、まあね、地震なんかそうですよ、ちゃんと地震来るかもわからないっていうんで常にこう心構えしながらやるのと、いきなし来てあたふたするのではもう全くそのなんか違いますよね。だから心構えすごく大事、いろんな部分がどうぞ変わってきますけど、そこに惑わされずに自分はしっかりと足元を見て、心構えをしておいてください。いいですかね、はい、今3つのねコツということでお話をしましたよ。楽しめる力、それから喜べる力、感動できる力、そんな時にもピンと来る人は集まってくるし、そのピンと来た時に行動を起こしてほしい、うん、まあいいかなってやってたらもうこの時代は終わってしまう、それぐらい速いスピードでございます。相当な情報が実はバーッと来てるんですよ。その中で僕らはこうやって情報を取ったり取らなかったり、まあいつも言うんだけど、すことを待って前言いましたね。これ何かというと、興味の人間は興味の持ってるところにしか見えないんですよ。
だから情報はいっぱい来てるんだけど、いい情報もいっぱい来てるんだけど、ちょっと悪い情報に引っ張られて興味を持ってそこに行ってしまうと、いい情報が取れなくなってしまう、もう見えなくなってしまう、まあ、そういうこともあるので、ピンと来た情報はその自分のやっぱり欲してる情報だと思ったらそこへまず行くとね、それはすごく大事なことかなと思います。はい。